ジョージ・マカートニー初代、マカートニー伯爵、ジョージ・マカートニーは、イギリスの外交官、植民地行政官。アイルランド王国、アントリム県生まれのスコットランド人。ダブリンのトリニティ・カレッジを卒業後、外交官として勤務し始めた。1763年には7年戦争の講和会議に参加し、パリ条約交渉の記録を行っている。 1764年には、ロシアのペテルブルク駐在公使を務める。以後、英領カリブ諸島植民地総督、マドラス総督など、植民地行政官を歴任した。1769年にはアイルランド担当大臣となり、1772年の辞職と、共に、ナイトに上された。1776年には、クレナダ総督となり、マカートニー男爵に助せられた。 1768年にはアイルランド議会議員、グレートブリテン議会議員となり、1781年まで務めた。1792年にはマカートニー伯爵を受ける。イギリスと新朝との間で行われていた貿易は、公衆一公に限られていたため、1791年、マカートニーは前任のカスカートの病死で、 貿易改善交渉のための全権大使に起用される。マッカートニーは、イギリスをジョージ3世が派遣する、県立帝の80歳を祝う施設団として派遣され、1792年9月に、スピットヘッドからライオン号で本国を出発し、翌年7月に、清へ到達。イギリスからでは、初の施設ということで歓迎され、9月に、熱海離宮で、 秘書滞在中の権隆帝に一見する。開秩序に基づく中華世界において、周辺諸国からの外交施設は皇帝の徳をしたっての朝貢施設と認識され、マッカートニーは朝貢施設が皇帝に対して行う儀礼である三期休校等の礼をするよう要求される。彼はこれを拒否するが、最終的には、清志川が譲歩する形で、イギリス流に膝を屈して、 権立帝の手に接吻することで落ち着いた。だが、貿易改善交渉、条約。花房清貿易の全権大使は、時代のウィリアム・アマーストに引き継がれた。坂野正隆役中で、中国訪問施設日記がある。帰国後は、イタリアでの任務やケープ植民地総督を歴任する。1795年には、グレートブリテン貴族として、マカートニー男爵に助せられた。 1798年11月に健康を害し、退職した。1806年ミドルセックスのチジックで69歳で、亡くなった。子孫の一人であるジェン・マカートニーは2008年5月現在、イギリスの新聞、タイムズの北京支社社長の任にあり、四川大地震の際に多くの報道を行った。ありがとうございます。